アイテム番号 SCP-378JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-378JP は封筒に入れた状態でサイト8181内の定期見物収容ロッカーにて保管されます。現在 SCP-378JP に関する実験は禁止されています。説明、SCP-378JP は、映画館内にて映画を鑑賞している一人の男性が写された一枚のモノクロの写真で、裏面には右下にかすれた日本語で、娘のために、と書かれています。撮影場所、男性の素性、撮影者、上映されている映画の特定には至っていません。また、SCP-378JP を複製したものは異常性を示さないことが判明しています。SCP-378JP を視認した人間、以降 SCP-378JP-1 と呼称、の視界は瞬時に一般的に、シネマスコープ、と呼称されるアスペクト比 12.35:1 の長方形となり、上下に黒い帯が発生します。そして同時に SCP-378JP-1 は遠近感と色彩感覚を喪失します。脚注1、区形における長辺と短辺の比率。以降、声や文字にを SCP-378JP-1 が耳にしたり目にした場合、SCP-378JP-1 の母語で下の黒帯内に字幕3が付与されるようになります。脚注2、SCP-378JP-1 が、言語によるものと認識できるもの、母語に限らない。脚注3、日本語の場合、稀に振り仮名が付与される。また、SCP-378JP-1 となった人間は恒常的に、映写機のような、と形容される音を聞くようになります。音それ自体に異常性はありませんが、しばしば SCP-378JP-1 に睡眠障害や精神異常をもたらします。なお、SCP-378JP-1 となった人間を正常な状態に戻す試みはすべて失敗に終わっています。実験記録 378JP-001、2000年、月、日。対象、B。4806、実施方法、SCP-378JP を目視させる。結果、問題なく異常性が発揮された。実験記録 378JP-002、2000年、月、日。対象、B、4806、実施方法、日本語で話しかける。対象の母語は日本語である。結果、対象は簡単な漢字とひらがなを交えた日本語で字幕が現れたと報告。分析。音声は字幕の対象のようだ。博士。実験記録 378JP-003、2000年、月、日。対象、B、4806、実施方法。常用漢字でない漢字を含む日本語の文章を読ませる。結果、対象は与えられた文章そのままに字幕が現れたと報告。また、読めない漢字には振り仮名が振ってあったとも報告。分析。難しい漢字には振り仮名を振ってくれるようだ。博士。実験記録 378JP-004、2000年、月、日。対象、B、4806、実施方法。劣化の激しい音声記録を聞かせる。音声記録には日本語による会話が収録されていることは分かっているが、事前の試験では実験関係者は全員聞き取ることができなかった。結果、対象は字幕が現れなかったと報告。分析。聞き取れないものは字幕の対象にならないのだろう。博士、不機。実験後対象の心的疲労を鑑みて新たな D クラス職員を用いた実験が提案されましたが、B、4806の強い要請により継続して実験が行われることになりました。実験記録 378JP-006、2000年、月、日。
対象 B4806 実施方法英語の音声を聞かせる対象は英語に関する技能を持ち合わせていません結果対象は日本語で字幕が現れたと報告分析もしかしたら翻訳に役立つかもしれないしかし対象はどうして続投を名乗り出たのだろうか未知の異常性の存在も視野に入れてさらなる調査を行わなければならないだろう博士実験記録 378JP0072000年月日対象 B4806 実施方法中国語スペイン語ロシア語フランス語イタリア語でそれぞれ同じ内容が書かれた文章を読ませる対象はこれらの言語に関する技能を持ち合わせていません結果対象は日本語で字幕が現れたと報告分析翻訳は様々な言語に対応しているようだ対象が理解できなくても意味を持った文章であるなら何でも翻訳してくれるのかもしれない博士実験記録 378JP0082000年月日対象 B4806 実施方法ヒエログリフ4で書かれた文章を読ませる脚注4古代エジプトで使われた象形文字結果対象は日本語で字幕が現れたと報告分析古代文字も大丈夫なようだもしかすると解読されていないものもいけるのだろうか博士実験記録 378JP0092000年月日対象 B4806 実施方法キュプロミノア文字語が記された粘土版のコピーを読ませるまた筆記具で字幕を書き取るよう指示脚注語紀元前15世紀から12世紀頃、ミノア文明時代のキプロスで使われた音節文字、解読は単語程度にとどまっている。結果、対象は日本語で完全な字幕が現れたと報告。翻訳された日本語の文章を書き取る。その内容は、編集済み、分析、翻訳どころか解読機に相当する機能を発揮している。SCP-378JP の有用性を測る実験をもう少し重ねたい。博士。実験記録 378JP0102000年月日対象 B4806 実施方法ポリュビオススの暗号表6に基づいて暗号化された数字列を読ませる。筆記具で字幕を書き取るよう指示。脚注6、古代ギリシアの歴史家、ポリュビオススによって発明された漢字式暗号の一種。結果、対象は字幕が現れなかったと報告し、数学は苦手だ、あの子も眠そうだ、という趣旨の発言を行う。分析、何らかの言語であると認識できなければダメなのだろう。それより対象の言った、あの子、とは誰だろうか、調査の必要がありそうだ。博士実験記録 378JP0112000年月日対象 B4806 実施方法インダス文字7が書かれた印象の写真を読ませる筆記具で字幕を書き取るよう指示脚注7紀元前2600年紀元前1900年にインダス文明の中心都市で用いられた象形文字。結果、対象は日本語で完全な字幕が現れたと報告。翻訳された日本語の文章を書き取る。その内容は、編集済み、分析、十分に解読機の機能を果たしていると見える。博士。実験記録 378JP0132000年月日対象 B4806 実施方法データ削除のコピーを読ませる対象には事前に文章が記されていると伝える筆記具で字幕を書き取るよう指示結果対象は問題なくコピーを読み進めたが2分経過した時点で突如昏睡状態に陥った実験は中止され
対象は収容棒へと戻された。医療班による検査では対象に異常は見当たらなかった。なお書き留められた翻訳文に異常性は見られなかった。分析。対象の精神疲労がピークに到達したのかもしれない。新しい D クラス職員の使用を再検討すべきだろう。博士。インタビュー記録 378JP004、2000年、月、日。対象、D4806。インタビュアー、博士。不起。実験記録 378JP010 の翌日に行われました。録音開始。博士、おはよう、D4806。D4806、博士、俺は静かなところでしか眠れない体質なんだよ。博士、我々も何とか治す方法を探しているのだ。今少し実験に付き合ってはくれないか。D4806、6秒間沈黙。別に直してくれなくたって構わないさ。博士、どうして ?D4806。そりゃあ四六時中にみんなかはガラガラうるさいし。世界は白黒で一枚になってしまったさ。D4806。だけど、あの子、のためと思ったらなんだか悪い気はしないんだよ。博士、あの子、とは ?D4806。ああ、すまんな。実際に見てもいないのにな。ただ俺の、映画、を見ている子がいるような気がするんだ。博士、詳しく説明できるか ?D4806。詳しくって言っても今言ったまんまだ。俺のこの、映画、を見てくれているこの存在を感じるんだ。D4806。俺が面白いものを見たとき、その子は笑っていたし、俺があの暗号表を見たときはとても眠そうにしていた。いや、そんな気がしたんだ。D4806。俺が寝るときだって、今日のは面白かったから、とか、よくわかんなかった、とか、たまに拍手もしてくれるぜ。いや、気がするぜ。博士、だが見たことはない。だね。D4806。でも確かな気がする。あ、ほら、今あんたに手を振ってる。私はここにいるよ。で、そんな気がする。博士、わかった。一応記録には入れておくことにする。D4806。ああ、そうだ。博士、なんだ ?D4806。この前、この子が、青い空が見たい。って、つぶやいてたんだ。博士、3秒間沈黙。D4806。直すのは構わないが、その前に、色をつける方法を考えてくれないか。博士、わかった。検討しよう。D4806。ありがとよ。この子も、ありがとう。って言ってるぜ。礼儀正しいやつだ。録音終了。終了報告書。疑似色覚補正レンズの支給を要請する。博士、許可する。異常性の解明に役立てること。サイト、8181管理責任者、不起。後日、疑似色覚補正レンズが D4806 に支給されましたが、色彩の回復は報告されませんでした。以降 D4806 にうつ病の兆候が見られ始めました。事件記録 378JP。実験記録 378JP013 の2日後、D4806 が収容棒から消失しました。監視カメラの映像には、突如覚醒した D4806 が疑似色覚補正レンズを用いて収容棒の壁面に何かを描くような素振りを見せ、その後瞬時に消失する姿が捉えられていました。壁面には以下の文章が書き記されていました。あの子が、呼んでる。あの子の笑顔を、見たい。でも俺だけじゃ、足りないそうだ。だから連れて行く。すまない。D4806 の消失後には一枚の写真。この写真を SCP-378JP2 と呼称が残されており、
駆けつけたエージェントが SCP-378-JP の死人時と同様の異常を発言しました。SCP-378-JP-2 には、全面白色の窓のない部屋の中で映画を鑑賞する一人の少女と5人の男性、3人の女性が映されていました。また SCP-378-JP-2 の裏面には黒の文字で以下の文章が書かれていました。お父さん、映画面白かったです。今はお兄さんやお姉さんたちと一緒です。また新しい映画が始まるみたい。SCP-378-JP-2 は SCP-378-JP と同様の手順で収容されました。ポイ、1、事件後、博士が D-4806 と同様に消失し、また D-4806 の両親の行方がわからなくなっていることが判明しました。SCP-378-JP-2 に移されている人物が、博士と D-4806、D-4806 の両親に酷似しているという報告がなされましたが、被写体の特定には至っていません。以降 SCP-378-JP に関する実験は中止されました。SCP-378-JP が全てのオリジナルではないという可能性もある。慎重に調査を進めなければ、博士、ホイ、2000年月日、SCP-378-JP-2 の裏面に新たな文章が出現していることが明らかになりました。出現した文章は以下の通りです。映画、まだ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。